べて痩せるスキャベツレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますともとっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのスキャベツレシピを食べると痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。4つあります。こちらまず1つ目、腸内環境を整えるからなんですよね。もうね先生それ何回も聞きましたって、あのねご覧いただいてる方はねもう本当に耳にねタコができるぐらい、もう毎回毎回私ですねもう暑苦しいぐらいねお伝えしてるんですけども、もうどうしてもこれはね伝えたいんです、あなたに。なぜかというとここを無視してしまっては痩せることができないからなんですよね。とっても大事なんですよ。なぜかというと根本的に痩せ体質へと生まれ変わっていないのにダイエットしても痩せませんよ。痩せたとしても一時的です。その先には嫌な嫌なですねリバウンドが待っているわけです。そうならないためにもあなたにですねこの腸内環境を整える方法をこのチャンネルでお伝えしてるんですね。で今回はスカベツを使ってそれをお伝えしていきたいと思います。そうするとあなたの腸内にいる腸内細菌のですね痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが増えて元気になっていつまでもあなたの腸内に住み着いてくれるから、それをあなたご自身で作ることができるということなんですよ。楽しみにしててくださいね。では2つ目です。脂肪燃焼効果が高いレシピです。嬉しいですよね。もうどんどんこれね燃やしていきましょ う。 もう私も実はですね毎朝朝食にスキャベツを食べているんですよ。もう大好きです。ぜひご覧くださいね最後までね。では3つ目です。食物繊維が豊富です。もうこの食物繊維がこの腸内環境につながるお話なんですよ。なぜかというと痩せ菌たち善玉菌たちが大好物の餌が何だと思いますか？それがこの食物繊維なわけです。なのでこの食物繊維が取れていないと痩せることができないと言ってもいいぐらいとっても大事なものになります。で4つ目、低カロリーです。これも大事ですよね。あのいくらですね腸にいいとしても高カロリーですとその分やはり燃焼できなければ使わなければ脂肪としてその蓄えていってしまうわけですよね。なのでもともと持っているカロリーがやはり低いというのもポイントになってきます。では2つ目の項目に移っていきましょう。何をということで今回このスキャベツレシピで使う食材たちが持つその痩せ効果についてあなたに詳しくお伝えしていきますね。まずは味付けの調味料なんですけれどもリンゴ酢を使っています。スキャベツといってもその酢っていろいろあると思うんですけれども、まあ、いろいろ中にはね私は先生黒酢が好きですという方はもちろん黒酢でもいいんですよ。悪くはないですがポイントはその無添加のですね良質のお酢を使っていますかっていうことと、いろいろ数多く合うお酢の中でもやっぱりリンゴ酢って腸をですね一番元気にしてくれる効果が高いんですね。ちょっと詳しくお伝えしていきます。まずはリンゴ酢を取ることで脂肪燃焼を促進することができます。そしてその結果基礎代謝が上がって脂肪がつきにくくなって痩せるってことなんですよね。また血糖値の急上昇をこのお酢が抑えてくれますから、ここがポイントなんです。なぜ太ると思いますか？それはご飯を食事をとると必ず大なり小なり血糖値って上がるんですよね。で上がってるこの振り幅が多いほどその間脂肪をどんどん溜め込んでしまうんですよ。なので急に血糖値を上げるような白米とかパンとか小麦製品です、ああいったものを食べてしまうとバーンと上がる時にうわっと脂肪がたまるというのを緩やかにギューッと抑えてくれさえすれば脂肪をため込む率が減るわけですよね。そうすれば太りにくくなるそのポイントを抑えることができるわけです。その時にこのリンゴ酢が非常に役に立つんですね。
そして先ほども少しお伝えしましたけれども、数多くあるお酢の中でもリンゴ酢がなぜ痩せ効果が高いのかっていうその理由は、酢酸の働きが一番ナンバーワンだからなんです。このことであなたの腸がすっごく元気になって、善玉菌たちがですね、うわーもう気持ちいい、ここの腸内最高って、もうずっといるねってね言ってもらえるわけです。そういった環境をあなたがリンゴ酢を使うことで自然と作ることができますよっていうことになるんですね。そしてまた満腹感も得やすいので、暴走してしまう食欲を抑えてくれる効果も高いんです。例えばいかがですか、こうなんかストレス受けてね、例えば職場の上司の方がすごくもう嫌だった今日はとか、もうお子さんにイラッとかやっぱりする時って誰しもあるじゃないですか、よくわかります。そんな時にお菓子を食べることでそのストレス発散を繰り返していたとしたら、もちろん太ってしまいますよね。分かってるって、これ食べたら分かる太るのは。でもあんな大変だったんだから食べないわけにはいかないよねっていう日ってあるじゃないですか。そんな時にこのリンゴ酢を使ったレシピを、そうだって私にはリンゴ酢があったとね思い出していただいて、さっとそういったこのおやつに手を出す前に、そういうですね腸内環境を整える野生効果の高い腸活メニューをさっと召し上がってくださるといいわけです。あ、なんか落ち着いたって、ね、なるわけですよ。そういった時にも味方につけていっていただきたいので、このレシピご紹介しています。そしてまたむくみ改善効果もあるんですよ。カリウムが豊富ですから、しっかりとその体重が落ちたのに見た目が変わらないと楽しくないじゃないですか、嬉しくないですよね。そこでしっかりキュッと小顔になったり、下半身のこうタプタプがキュッと水分代謝がうまくいってむくみ改善っていう時には、やっぱりこのリンゴ酢すごく役に立つんですよ。はい、そして酢キャベツを使うわけですから、キャベツがもちろんね登場するわけです。でキャベツっていいんですよ、まあ、たくさんねお野菜がある中でキャベツの良いところは、もうとにかく腸内環境が整うことっていうのが大前提。そして一度に2種類の食物繊維が同時に取れてしまいます。水溶性と不溶性といって、それぞれ腸内環境を整えて便通を良くする環境に整えてくれるものが同時に取れてしまいます。そして何よりも低脂肪ですし、抗酸化作用も強いので、アンチエイジングですよね。もう私たち女性にとって嬉しいですよね。老化防止にも役立つ成分が入っています。はい、ここではですね、この酢キャベツって何でしょうかってまだご存知ない方のために、簡単に材料だけねお伝えしていきたいと思います。で詳しい作り方とかですね、先生どうやって作ってるのかしらって、その実演をぜひ見てみたいな一度っていう方は、この動画を見ていただいた後に別動画がございますから、スキャベツの作り方ということでチェックしてみてください。スキャベツはですね、キャベツ4分の1に対して純リンゴ酢です。もうあの原材料がリンゴ果汁 100% だけでできているような良質のものを選びましょう。 100ml。 そして天然の塩、これも大事ですよ。あの良い塩を選んでくださいね。悪い塩は腎臓等々にも良くないんですけれども、良い塩ってすごくいいんですよ。お体にとってとっても大事ですし、痩せ効果も高いので、ビタミン、ミネラルが残っているような良質の天然の塩を選んでください。小さじ1/2。このキャベツはね、千切りでもいいですし、ざく切りでも OK です。それをあの保存袋、ピッとこうジッパーでね閉じれる袋に全部材料入れて揉み込んで、あとはできればガラス瓶などの保存容器に詰めていただいて、冷蔵庫で保存していただければ約1週間とか2週間持ちます。ただそんなにねあの持たせなくても多分美味しくて食べきってしまうと思いますので、あのなるべく早く食べきるようにしてあげてくださいね。まあ、そういったスキャベツを今回使います。はい、そして今回使うレシピの材料は2つ目はこちら、梅干しを使います。梅干しもですね、もうぜひあの無添加でお願いしますね。もうよくあの道の駅とか、まあ、スーパーにはなかなかね無添加もしかしたら難しいかもしれないんですけども、あの田舎のおばあちゃんたちがこう作ってくれるようなあの食材がですね、その原材料が梅と食塩だけとか、もうこういったシンプルな、あのよくありますよね、あの甘みがついたこう人工甘味料がソルビトールとか、こう余計なものがいっぱい入ってる香料とか、余計なものが入っている梅干しは
ダイエット向けではありませんので選ばないでくださいね。でこの梅干しを使うことで脂肪燃焼効果、バニリンが入ってますかね、アップすることができますし、またムメフラールというねこの成分であなたの体脂もアップさせることができるんですね。そしてクエン酸効果を使ってあなたのその体質をですね弱アルカリ性にこう持っていく力もできます。ほとんど太っていらっしゃる方っていうのは残念ながら太る食べ物がお好きなんですよね。こう味覚がおかしくなってしまって、どんなものかっていうと甘いものとか脂っこいものとかそういったものです。そういったものを食べていらっしゃる方っていうのは体質が酸性に傾いてるんですよ。でこの酸性体質になってる方って太っちゃいますし、そもそも病気もします。癌であったりですね、もう良くないわけです。でそういった酸性に傾いてしまった体液をこういった弱アルカリ性にこう戻してあげることで内臓が生き返るわけです。うわやったーってね、やっとアルカリ性みたいになるわけですよ。やっと働けるのね私たちって、よっしゃーってあなたのためにどんどん働きますよって、ね、なってくれないと痩せることができないんですよね。その時にこの梅干しって、数あるクエン酸を多く含む食材の中でもダントツトップと言っていいぐらい、あれだけ酸っぱいですからね、納得ですけど、クエン酸イコール酸っぱい成分ですからね。なので梅干しを使うことがとってもいいんですよ。そして最後に使う材料はこちら、かつお節になります。かつお節いかがですか？あなたは普段日々のお食事にこう上手に使ってくださってますか？かつお節すっごくおすすめです。もう調味料の代わりにもなりますし、何よりも痩せ効果がすっごく高いんですよ。ちょっと見ていきましょうね。かつお節を振りかけるだけであなたの脂肪燃焼効果が上がります。リシンというね成分のおかげで、そしてなんと食欲まで抑えてくれるんですよ、こういった成分でですね。でまた必須アミノ酸と呼ばれるそのアミノ酸全9種がなんと鰹節で全部取れちゃいます。これすごいことなんですよ。あれこれ取らなくていいんです。鰹節を取ることで全種類取れちゃう。そして結果しっかりとアミノ酸必須ですからね、これを取らないと痩せることができないって言われるその栄養素です。その栄養素たちが取れてしまうのが鰹節。そしてタンパク質も低脂質のタンパク質、高脂質ではないんです。低脂質ですから痩せ効果が高くって、しかもこのタンパク質はですねとっても消化吸収が良いタンパク質になりますから、あなたの腸に負担をかけないイコールどんどん痩せ体質に生まれ変わることができるんですよ、というのがこのかつお節になります。ではお待たせいたしました、3つ目の項目です。どのようにということで、今回あなたにお伝えしたかったレシピというのはこちらです。スキャベツの梅おかかのレシピになります。材料です。1人から2人分です。その時のそのメニューのね量や質によって変えてください。スキャベツを 100g に対して無添加の梅干しを小さいサイズを1つご準備ください。そして鰹節のパークが1/2からお好みで1袋使っていただいて大丈夫です。では作り方です。こちらです。1つ目、梅干しの種をまず取り除いていただいて身をほぐします。できればペースト状になるまで作られると良いと思います。そして2つ目、ボウルに先ほどお伝えしましたレシピの中のスキャベツとこの1番でほぐした梅干しとあと鰹節を入れてよく混ぜ合わせたら OK です。でこの具体的な作り方、手順とかですね、実演動画をこの後ご準備しております。ぜひご覧ください。どうぞ。
かがだったでしょうか。今回は痩せ効果の高いスキャベツを使ったアレンジレシピということで、クエン酸効果でさらに体質を痩せ効果へと生まれ変わることができる梅干しと栄養価の高い鰹節を入れて作ってみました。でこのねスキャベツ自体もリンゴ酢でかなり、酸っぱめのお味なんですが、そこに梅干しを加えることでさらに酸っぱいです。なのでそこに鰹節が入ることでちょっとブレンドされて食べやすくはなっておりますが、梅干しのその大きさでねかなりその酸っぱさが変わってくると思いますから、そこはあなたのお好みで調節してみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。